伊勢エビにサワラ、そしてトラフグ。夏から秋にかけて続々と解禁になった伊勢湾の高級食材。どれも今年は豊漁ですが、ここにも新型コロナウイルスの影が。今年はもううちの漁協の管内で経営がものすごく厳しい。せっかく美味しいもんあんのに、ね、売れにくかったんでしょうね。感染拡大の影響で客が減った飲食店や旅館からの注文が激減し、売り上げが枯渇しているのです。販売担当の狭間さんに政治に期待することを聞いてみると。政治の力が使えるもんなら宣伝もしてほしいですし、やっぱそう発信が一番大切だと思うもんで、その辺をしっかりはしてほしいと思いますけどね。一方で価格が右肩上がりの一次産業も。職人が切り倒しているのは尾鷲ヒノキ。細かく均一に刻まれた年輪が特徴で、丈夫な日本家屋の建築には欠かせない木材です。需要としてはどうなんですか？増えてますよ。増えてますか？うん、あのウッドショックでね、価格も倍以上に上がってますし、新型コロナで在宅時間が増えたことでアメリカで住宅用の木材の需要が高まり、輸入量が減少。国産の尾鷲ヒノキに注目が集まり、価格が上がっているのです。値段が上がってるっていうのはどれぐらい上がってるんですか？例えば1万円あったのが今3万円とかね、一流部あたりね。林業従事者にとっては季節して好景気となりましたが、一方で別の問題も。1万2000本のヒノキが生えるこの森でチェーンソーを止めると、この静けさ。音しないでしょチェーンソーの、昔はいろんなところで音してたんですよチェーンソーの。だからそんだけね、山に携わる人が減ってるし、もう3分の1ぐらいになってるかもしれませんね。三重県南部では若者が県外に流出し、一次産業の担い手不足が深刻な状況となっています。森林組合の松永さんにも政治に期待することを聞いてみました。地域の活性化を進めて、で定着、若い人たちの仕事を作りたいと、定着させたいと、まだまだチャンスはいっぱいあると思いますけどね。経済の回復と若者の定着、一次産業が政治に求める声は切実です。